放課後、カフェー。なぜこんなに伸ばすんだろうな。二つもいらない。二つもいらない。カフェー。同じ店員ばっかが働いてる。三姉妹、美人三姉妹がやっているカフェ。これは行きたくなるぞ。もう、この美人三姉妹を見たいがために行きたくなるぞ。あー、なんかエプロンの下すごい薄着ですね。なんかちょっとエロいかもしれない。注文するのに一苦労だよ。みんなパソコン開いてるし。わかる。俺も初めてスタバ行った時はなんなんやねん、これ。トッピオとかトールとか。え、いや、それ。SML でええやんって思うような感じがするんやけどさ。しかもコーヒーの名前いろんな種類あるのにさ、名前をさ、一文字もさ、知らないっていうね。何を食べればいいのかわからんっていう、そういう空間がスタバにはあります。そんな感じだろというか、勝利ちゃん、どこに席取ってくれたんだろう。う。勝利を探す。いや、こんなに埋まっとくもんか。めっちゃ埋まってるやん。へえ、そこの女、相席どうだい。何をやってるんだろう、私は。へえ、お兄さん、私と一杯どうですか。わあ、こんなところおった。これなんすか？ このちょっとスマイルマーク的なやつがちょっと気になったけど。それよりも、あ、勝利ちゃん。ケーキ食ってんのか。はーい、いたいた。端っこの席だったんだね。何か秘密の話をしそうになってるじゃん、これ。端っこの席って言うたら、そういうイメージ、誰にも聞かれないようにと。誰にも聞かれないように、ここだったら二人っきりで話せるね、みたいな感じだろ、お前。ごくごく、うまし！なんとなく、うましって今頃言う人おるんだろうか、若者で。うましって。 変わってるな、しおりちゃん。それでさ、中学時代に、何？ごくごく。二人は、付き合ってたの？もう単刀直入に聞きますね。これ絶対かすみちゃん、りょうくんのこと気になってなかったら、こういう質問はしないからな。しょいちゃんもしょいちゃんで、なんでこんなにすごいオーバーリアクションで笑うんだい？そうだよね。あはははは。友達だよ。少なくとも私はそう思ってた。いつもテストの点数で競い合ってるただの友達。あ、でもなんか言おうとな、なんかいつか、新、あの、特進クラスの回で言おうとな、なんか、ラリアット先輩やったっけ？レスリング先輩が。レスリング先輩って最初言い始めたのにさ、特進クラスの回、ラリアット先輩ばっか言おったもんな、俺。あれ？ちゃうな。特進クラスの時じゃなくて、夏祭りの時か。一回、レスリング先輩って名付けたのにさ、ラリアット先輩って言うよったよな、あの時。どうでもいいや、そんなもん。あ、でも、とにかくさ、なんか言ったな、レスリング先輩。なんか、りょうくんが中学の時もなんか争う相手がおったみたいな。それ、しおりちゃんのことだったんかな？いやー、あの頃は楽しかったな。今は楽しくないの？2年前。あ、過去編が多いな。ちょっと過去編が入っていくような、途中で。はい、じゃあここ、くじ解いて。ふむふむ、惜しい。どこが間違えてるか分かる人？の！はーい。ほれ、ドキンな。いや、すごい嫌な顔してる。ムカつく顔してる。ドヤ顔を決められました。おお、正解。よくできました。ふふ、まだまだだね。越前龍馬入った。突然、越前龍馬入ったんやけど。ちょっとミスっただけだ。お、授業はここまで。この前のテストの結果返すから、順番に取りに来てー。はあ、どうした？そんなにテストの点数良くなかった？どうした？悪かったのか？あんたは？まあかな。見せろ！やだよ。いいだろうが、うちよりいいんだろ？えい！ああ、セクハラ！おい！
2位か。おい、だてむせたんだから、お前もむせろよ。この野郎、思いっきり笑い飛ばしてやる。で、お前1位じゃねえか。あはは、バーカ、2位で調子こいてんじゃねえよ。この、騙したな。騙される方が悪いんだよ、おバカさん。ペンペコペン。くそ、待てよら。あれ、この展開見たことある。あ、この展開見たことあるわ。なんか勝利ちゃん、今のかすみちゃんみたいなことをやっている。あいつほとんど単純バカだな。もっとからかってやりたくなってきた。あの野郎どこへ。で、そっちか、待ち上がれ。で、そんな場合じゃないかも。なんか足止めして時間を稼ごう。足止め。おい女、力貸せ。ごめん、ちょっと移動して続きやってもらえない。バリケード。ちょっと待て、赤の他人をバリケードに仕立てあげるとか、どんな鬼畜だお前は。はよよ、できることまだまだやるの。ロッカーの中身ぶちまけるとか、もう悪いことしかしないやないやお前。悪いことしかしないなお前。全部片付けてこいよ。何やってんだあのバカ野郎。どうすんだよこれ。めっちゃ美味しすぎた。あの程度の邪魔で俺を足止めできると思ってんならちょっと甘いんじゃねえのか。うるせえな、強がってんだよな。今日という今日は逃がすかよ。現代のかすみちゃんとの関係みたいな感じだったんじゃ。なんか私と同じこうなことをやってたんだね。というか、それより何より、あの富士に勉強で勝ってたの。まあね、毎日負けないと必死だったけど、でも私は勘違いされがちというか、家でずっと勉強してるなんて思われないのよ。寮でさえも勘違いして来やがるし。私も毎日死ぬほど勉強してるのに勝ててない。かすみちゃんって勉強好きなの？うん、新しいこといろいろ知れるし、連鎖的に知りたいことが増えていくからさ。へえ、じゃありょうくんとどっちが好きなの？私は大嫌いだな。だから頑張ってること、誰かに褒めて欲しかったんだよ。わかるわ。勉強ってさ、正直中学高校の時ってさ、何のためにやらなあかんのって思うでしょうね。そういう時のモチベーションってやっぱり誰かに褒められたいとかさ、結果残したいとか、やっぱ誰かに褒められたいってが一番多いだろうな。なんせ中学の時ってさ、正直ぶっちゃけなんでこんな勉強しなあかんのって思ってる人がたくさんおるだろう。でもね、将来になってきたらね、この勉強っていうのがね、必要ないように覚えてくるんですよ。多分亮はさ、私に一回も勝ったことがないと思ってるんだけどね。実は入学早々のテストでは私負けてるんだ。その時の親の圧力ったらもう地獄でさ。親の圧力？考えたこともなかったな。かすみちゃんの両親はどんな感じの家庭なんだろう。でもあかりちゃんみたいなさ、勉強しなくてウェーってやってるようなやつがいるから、多分放任主義っていうか、あんまり勉強しろって言わないタイプの親なんだろうな。何事も楽しんでやってるってことが最強だからね。わかる。やっぱさ、楽しまんかったらさ、もうこれ以上上達しようとも思わんし。でもだからこそ私はあいつに SOS を出してきたつもりだったんだ。結果残してるけど、それはいやいややってるような感じだったんか。何が楽しくてやってるんだ。お、なんだ、やっぱりここにいたか。おい、帰らねえのか。もう少しここにいる。最近は日も短くなってきてる。あんま遅くならないようにしないと。わかってるよ。真面目か。真面目だ。暗くなったら危ねえだろうが。代々ここだって本当は立ち入り禁止で。うるせえ。大体さ、屋上なんていうサイコロ青春スポットに入れない方がおかしい。確かに。アニメとか見てよ。
屋上でいろんなフラグ立てたりする主人公いるじゃん。あんな青春に憧れてんだよ、俺たちは。俺たちオタクは。青春ハラスメントだ。いい言葉使いますね。そうですよ、青春ハラスメントだよ、お前。青春って呼んでもいいぞ。青春ハラスメントなんかかっこいいじゃないか。いいね。勝手に言葉作るな。そりゃ生徒が落ちて怪我しないようにって入るだろう。ふーん。ねえねえ、こっから落ちてさ、人って死ねるのかな。そりゃ人が悪かったろう。って、おい、何してんだよお前。アグレッシブな動きしたな今。何焦ってんの。受ける、落ちるわけないじゃん。くぐ。そういうの心臓に悪いからマジでやめろ。りょうくん結構ビビリなタイプだからなお前。もう冷や汗かいてるな。これだけ冷や汗かけるタイプの人間なんだよ。でも本当に落ちようとしてたら、りょうは助けてくれたのかな。縁起でもないことを言うな。お前は自殺とかそういうからじゃねえだろ。あは、そっか、そうだよね。これか、今のそういう自殺とかいうからじゃねえだろうって、そういう強い人間だと思われとるんやろう。だけど実は私そんなに強くないのって翔一ちゃんは言いたいんだろうな。お前みたいな何でもサクッとできる人間なんて一番自殺とは縁遠いだろうってりょうくんは言うんやけど、むしろお前にいつもからからかわれてる俺の方心配してくれって感じだわ。確かにお前メンヘラ系バンドしか聞かねえし、だっせー。なんだよ、悪いのかよ。どういうことだ。おい、言えよ。そうか、あれ。なんか関係ないところで盛り上がってるっていうか、こんな感じになってる。めっちゃ目の下クマできてる。生命不足っすね、レスリング先輩。りょうくん、やっぱりあの二人はそういう。私なんて邪魔者よ、あの間に入っていくなんて。でもここで行かなきゃ私はいつまでも見知らぬ他人のまま。私はりょうくんのことが。おお、どうした。また天変地異の話が出てきた。え、これ俺が決めていいんじゃ。プレイヤーが決めていいもんなんじゃ、こんなん。え、すげえな。出ていくんと立ち去るのでだいぶ展開違うだよそれ。レスリング先輩、レスリングみたいに突っ込んでいきなよ。出ていく勇気を持って。言うことを言うは勇気の言うだ。あ、違うな感じ。あ、ほら、あんたがぐじぐじ言ってるから人が来ちゃったじゃんか。お、おはようせいなのかよ。気まずいし早く行こうぜ。相手にされない。ああ、砕け散った。何も言えなかった。私って一生こうなのかな。せめて友達にでもなれたら、私はそれで十分なのに。ま、うちはもう勉強が嫌になってこうしてドロップアウトしてきたわけ。鈍感なあいつもさすがに少し察していたみたいだったけどね。うん、あいつは頭いいように見えて実はバカだし、女の子の気持ちも全然理解できないし、すかした嫌なやつだけどさ、それでも君はあいつが好きなんだよね。いやいや、そう言うんじゃ。もう多分隠しても無駄だと思うよ、かすみちゃん。自分に正直になれよ。だよね。うぐ、その正直言って自分の気持ちがわからないんだ。あいつと口論したりお絵かきあったり、それはムカつくんだけど、休み明け今日久しぶりに会った時はなんか嬉しくて。
ウェイウェイ、なんだよ、キュウリ、あの子がか、ほんなにいてやるよな、ヒューヒュー、ポッペ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 ッ。なあ、リョウ、ここに愛の告白するやつがいたらどうする？やめてよ！そんなんじゃ私、応援するよ。二人はとてもお似合いだと思う。あいつって本当鈍感だからさ、うまくいくように私が全力で手助けする。なんか、その、いいのかな？付き合うとか、私、よくわかんないし。大丈夫、大丈夫。さあ、私たちの青春はこれからだ。青春？あ、青春か。同国。勝利。いつも通りの挨拶だった。1年前と同じ、辛口いただいて。今さら、どんな顔して会えばいいって言うんだよ。それを見ているレスリング先輩。りょうくん。だーん！おー、コケごっこ。何そのコケごっこ。どう？まだやめろ、お前。天変地に起きたような感じだったけど、今、確かに。続く。ああ。ちょっと過去を振り返ったような。りょうくんの過去を振り返ったような。結構重要な内容じゃなかったっけ、これ。そんな感じがするぞ。あ、終わった。問題はさ、この6話でさ、しおりちゃんとりょうくんの関係、過去のことが分かった上で、第7話次回どうなるかって展開よな。これはやべえな。次回楽しみにしております。でもね、今回はここまでだ。ご視聴いただきありがとうございました。第7話も近いうちに収録して投稿したいと思いますので、よろしくお願いします。仕上げ。